脇腹の肉は取れないし、お尻の外側、大天使外ももが張り出してる。後ろから見るとお尻が大きくて裏ももとお尻の境目がない方、それは骨盤の歪みが原因です。いつも同じ方向で足を組んでたり、肩の高さが左右で違ったり、いつも同じ足にばかり体重をかけて立ってる、いつも決まった方向でしか荷物を持たない、一つでもダメだった方はこの動画で骨盤矯正と回路してやれば一回変化出ます。骨盤矯正ストレッチやっていきます。まず足を伸ばして座ります。壁を背中につけれる人はつけましょう。親指でお皿の上を触ります。でこの状態で親指同士グッと合わせたいんですが、大体の方はこれ親指同士ずれるはずです。親指が上にある方、こちらの短い足を伸ばしてバランスを整えます。では上向きに寝ます。短い方の足をこっちにねじります。短くない方の足を上に乗せます。つま先を向こうに向かってぐーっと伸ばします。手を万歳します。脇腹、お尻の横が伸びてれば OK です。このままスキープです。ここが硬くなってるから短くなってるって方がほとんどです。しっかり呼吸止めないように30秒伸ばしてみましょう。もしこの歪む原因とか、歪むとなんで痩せづらいのってことが気になる方はサブチャンネルで解説動画出しますので、ぜひ見てみてください。リンクを貼っておきます。余裕だよって方はこの足をさらにぐーっと伸ばして、手も上に向かって伸ばしましょう。呼吸を止めないようにしましょう。ここがね、伸びてれば OK です。よし、 OK、 一回戻して起き上がりましょう。これでさっきと同じように歪みチェックしてみましょう。僕は左足が短かったんですが、これでほとんど合ってます。まだちょっと左足が短いので、もう一個種目をやっていきます。こっちに短い足をねじります。でその状態で大きく足を回すんですが、向こうに向かってこっちに向かって回すイメージです。斜め下に向かって回すイメージ。腰に痛みがない範囲で、股関節もね、痛みある方は痛みない範囲で OK です。ゆっくり大きく回していきましょう。今日終わった後、骨盤の歪み結構整うと思うんですが、これをぜひね、毎日チェックして毎日整えてみてください。ずっと続けるとね、バランスいい状態が当たり前になってきます。でやった結果どうだったよって実践報告をね、コメントでいただけると助かります。逆に質問とかリクエストもコメントで受け付けてます。僕が必ず返信します。よし、 OK、 お疲れ様でした。これで最後もう一回チェックしてみましょう。これで僕の場合はぴったり指と指があったので骨盤の調整ができました。これでまだね、良くならないって方、もうワンセットぐらい一つ目と二つ目続けてみると良いと思います。カエル足のままスマホは床に置いて、右手を左斜め上にグッと上げる、左手を右斜め上にグッと上げる、交互になるべく手を遠くに向かって伸ばしましょう。スピードよりも普段動かせない範囲までぐーっと手を伸ばし切ることが目的です。脇腹、脇の下伸びる感覚あると思います。頑張って、きつかったらあぐらにしてもいいです。ゆっくりでいいから手を遠くまでぐっと伸ばし切る。脇腹、脇の下伸びる感覚ありますか？呼吸はね、止めないようにして、多少ねこうやってお尻が浮いちゃっても全く問題はないです。OK、 そしたらカエル足のままですね、体を真正面に倒していきましょう。お尻、外もも、腰回りのストレッチです。理想はおでこが足につくことです。こう反動つけながらでいいのでね、ちょっとずつ前に倒れましょう。で力入りすぎてね、肩がこう上がらないように気をつけてください。しっかりね、呼吸の時に息を吐くとどん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 ね、前に倒れていくのが分かると思います。理想はおでこが足ですが、最低でも肘が床につくぐらいまでいけるといいと思います。僕もね、肘床ちょっとつきません。ただね、お尻周り、背中硬いだけなので、やっていくうちにね、柔らかくなりますので、一緒に頑張りましょう。 OK、 そしたら次は、右足伸ばしましょう。で左手で右のつま先を触りに行きます。左の脇の下、背中、右の膝裏が伸びます。
触れる人は触ってそこでキープしたいのですが、僕みたいにね硬くてできないよって人はこうやって反動つけながらでいいので、ちょっとずつつま先に左手が触れるように頑張りましょう。呼吸は止めないで頑張って頑張って、反動つけていいですからね、多少きつかったら膝曲げてもいいです。頑張ってあと少し、よし OK、 逆いきましょう。そしたら次左膝伸ばします。で右手で左のつま先を触りに行きます。呼吸を止めないでしましょう。反動つけながらでいいです。触れる人はね指先でつま先触る、理想はこの手首がつま先に当たることですが、ちょっと僕はほど遠いです。これはね膝の裏とか裏ももと脇腹背中硬いだけです。やっていくうちにね柔らかくなります。本気で柔らかくなりたい人はね毎日やるといいですが、ズボラストレッチの定義としては週に1回でもねできれば習慣ができたという証になります。 OK です。そしたら次は、右足を左こっちに持っていきます。でこの足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻のストレッチしていきます。右のお尻伸びる感覚ありますか？このポーズできないよって人はこの足をもう少し体の前ここに持っていきましょう。これで右のお尻伸びてればそれで OK です。頑張れる人は足をしっかりお腹につけてなるべく姿勢を正しましょう。頭を上からグッと引っ張られてるイメージでピンと背筋正すとより右のお尻伸びてきます。僕とね多少違うポーズでもいいです。右のお尻伸ばすってことが目的です。僕と同じポーズするってことが目的じゃないです。お尻伸びてればそれで正解です。 OK です。逆いきましょう。左足を右こっちに持っていきます。でこの足をお腹に向かってグッとつけます。左のお尻伸びる感覚ありますか？で、このポーズできない人はこの足この辺でもいいです。左のお尻を伸ばすことが目的です。で肩ねあんまりこうやって力入らないようにして呼吸は止めないようにしましょう。頑張れる人は足をしっかりお腹に寄せてなるべくピンとして垂らすと左のお尻ね、伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。呼吸を止めないようにしましょう。大丈夫ですか？ついてきてますか？もしきつかったらね途中でサボったりとか、再生速度早めたり遅めたりしても OK です。よし OK。 そしたらあぐらとか正座とか長座とか楽な体勢で OK です。座って右手右肘を床について左手を万歳します。くっと左の脇腹脇の下伸びてれば OK です。この手をなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。誰かに指先を引っ張られてるイメージで伸ばすと脇の下脇腹伸びる感じだと思います。でいまいち伸びない方はもうちょい斜め前とか真横とかに倒してみて、あーこの角度伸びるなって位置でキープしてあげると良いと思います。でこの時ね反対のお尻浮いちゃっても全然問題ないです。目的は脇の下脇腹伸びることです。そこが伸びてればお尻が浮いてても OK です。 OK、 逆いきましょう。左手左肘床に置きましょう。で右手万歳します。右の脇の下脇腹伸びる感覚あれば OK です。どうでしょう、伸びますか？お尻浮いちゃってもいいですからね。指先を誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと遠くに伸ばしましょう。でね、ズボラストレッチはもうズボラの傾けなので各種目の最後の10秒サボってもいいし、再生速度早めたり遅めたりして自分がね、やりやすいペースで続けていただければ OK です。途中で止めて、水分補給するもよし、もう何でも OK です。 OK です。そしたら、まあぐらとか楽な状態で座りましょう。でセルフハグです。手をぐっと広げて自分自身をぎゅっとハグする。手を大きく広げて自分自身をぎゅっとハグしながらちょっと背中丸めるイメージです。ぎゅっと手を広げて自分自身をハグ、これ繰り返しましょう。広げて自分自身をハグ、広げて自分自身をハグ。スピード勝負じゃないですよ。普段しない動きをすることが目的なのでしっかり広げてしっかりハグする。ゆっくりでいいです。広げてラスト1回ハグしましょう。ギュッ、よし OK。 そしたら楽に座ったままで、真横にパンチ真横にパンチ交互に真横にパンチしていきましょう。しっかり肘を伸ばしきる伸ばしきる
スピードよりもね、肘を伸ばし切ることが大切です。で、NG パターンは、こうやって肩が上がっちゃうことですね。こうすると、ここの筋トレになっちゃうんで、肩こりの方とかね、ここ筋トレしたら、もっと肩こりきつくなっちゃうので、あんまり肩を上がらないようにして、ただそれでもね、肩が上がっちゃうよって人は、ちょっと斜め下ぐらいにパンチでもいいです。しっかり肘を伸ばし切る。伸ばし切る。別にボクサーサイズじゃないでね、そのノリノリじゃなくてもいいです。しっかり肘を伸ばし切る。伸ばし切る。あんまりね、こう猫背にならないようにしましょう。伸ばし切る。頑張って。OK。そしたらですね、次、右手を、こんな感じで左足に置きます。で、そのまま体を真正面に倒します。で、顔は右を向く。で、右の肩、この辺伸びますか？肩甲骨から肩にかけて。もう一回やりますよ。右手を左足に置きます。そのまま体真正面に倒して、顔は右向く。この辺です。右の肩から背中、この辺にかけて伸びてれば OK です。いまいち伸びない方は、体をもうちょい前に倒して、ぐーっと右向きましょう。呼吸を止めないようにしましょう。サボりサボり、再生速度速めたり遅めたりしてもいいですからね。OK。逆いきますよ。左手を、右足にこんな感じで置きます。このまま体正面に倒します。で、顔は左にぐーっと向けます。左の肩、背中、この辺ですね。伸びてれば OK です。顔はなるべく左を向く。でちょっとね、首周り苦しくなっちゃう方もいると思うんですが、呼吸だけ止めないようにしましょう。いまいち伸びない方は、ちょっとね、手を置く位置変えて、もうちょっと体を前に倒して、しっかり左向くと、左の肩、背中あたり伸びてくるんじゃないかなと思います。よし、OK。そしたら一回体を起こして、左手を後ろに回します。で、右手で首を右に倒します。この左の首、この辺伸びてれば OK です。伸びますか？真横に倒したり、ちょっと斜め前に倒したりとかね。あ、自分が、あ、気持ちよく伸びるなって位置で、痛気持ちいいぐらいでキープしましょう。で、呼吸を止めないようにしましょう。で、この時ね、左肩がこうやって上がってると全然伸びません。左肩は後ろに回して、ちょっとこう、下に下げておくと伸びやすいと思います。ただあんまりね、力入れすぎない。無理に首ぎゅーっと倒しすぎなくていいです。痛気持ちよく伸びてればそれで OK です。OK。逆いきます。右手を後ろに回します。左手で首を左に倒します。右の首伸びる感覚あれば、それで OK です。どうでしょう、伸びますか？ちょっと斜め前に倒したりとか、真横に倒したりとかね、いったら気持ちよく伸びる位置やってみましょう。あまり猫背にならない方がいいです。で、呼吸だけね、止めないようにしましょう。どうでしょう、ついてきてますか？サボりサボり、再生速度早めたり遅めたり調整しながらでいいですからね。自分のペースで最後までやりましょう。よし、OK。そしたら次はですね、両手、なるべく高く万歳して、下げながら肩甲骨を寄せる。両手をなるべく高く万歳して、下げながら肩甲骨をギュッと寄せる。両手万歳して、下げながら肩甲骨をギュッと寄せる。ギュッと寄せる。万歳して、肩甲骨同士をギュッと寄せる。ギュッと。遠くまで高くまで万歳。なるべく肩甲骨をギュッと寄せる。スピード勝負じゃないですからね。肩甲骨をギュッと寄せる。で、肩腰痛い方無理しないでください。で、これも猫背になっちゃうとあんまり効きません。なるべくグッと姿勢正したままね、やれると良いと思います。高く上げる。肩甲骨寄せる。ラスト1回いきましょう。高く上げて、肩甲骨寄せる。よし、OK。そしたら次はですね、両手を後頭部でこんな感じで組みます。で、このままおへそをぐーっと覗き込みましょう。わざと猫背を作っておへそを覗き込む。首の後ろ、背中、腰にかけて伸びる感覚があれば OK です。もしきつかったら、一回戻して、もう一回おへそ覗き込んでもいいです。呼吸をね、止めないようにしましょう。頑張って頑張って。大丈夫ですか？ついてきてますか？呼吸だけ止めないようにしてくださいね。で、無理にギューッと丸められてるわ。痛気持ちよく首、背中伸びてれば OK です。
オッケー。そしたら次は、右足伸ばします。で、右手で右のつま先触りに行きましょう。右足の方に向かって体倒す。右の膝の裏、裏もも伸びてれば OK です。掴める方はね、右手で右のつま先掴みましょう。空いてる手で膝曲がらないように押さえましょう。きつい人は掴まなくていいです。こんな感じで膝曲がらないように軽く押さえて、ちょっとずつ反動つけながらこっちに倒す。これで OK です。こうね、正しいフォームとかを結構質問でいただくんですが、まあ、正しいフォームってあるんですけど、その正しいフォームでやろう しすぎると結構しんどくなっちゃうので、まあまあ膝の裏と裏も伸びてれば十分すぎると思います。運動不足の方にとってはね、十分な運動です。 OK です。逆いきましょう。左足伸ばします。これで、左足の方に向かって体を倒していきます。掴める人は指先でつま先掴みましょう。頑張って。つかめない人はね、こんな感じでちょっとずつ反動をつけてながら、前に前に少しずつ少しずつ倒れていけばそれでいいです。で、結構ね、食事どうしたらいいのとか、姿勢はとか、どれぐらいストレッチをやったらいいのって質問いただくので、概要欄に貼ってあるね、無料のズボラストレッチの教科書で説明してますので、ぜひそちらもね、疑問が湧いたら見てみてください。 OK です。そしたら、この左足出したまま、右手右肘は床について、左手なるべく遠くに向かってぐーっと手を伸ばす。はぁ、きつ。脇の下とか脇腹とかいろんなところが伸びます。右手右肘床についてていいですからね。左手をなるべく、遠くに向かってぎゅっと倒す。持っていく。そうそうそう。脇の下、脇腹、お腹、いろんなところ伸びます。ただ肩腰対象無理しないでください。逆に呼吸を止めないようにして、頑張れる人はちょっとずつ手を遠くへ遠くへ遠くへ、頑張って。きつい。よし、 OK。 逆いきます。次、右足伸ばします。で、この状態で左手左肘床について、右手をなるべく遠くに向かって、伸ばしていきます。こんな感じです。遠くへ遠くへ、頑張って頑張って、なるべく遠くに向かって右手を伸ばす。脇の下、脇腹、いろんなところが伸びてくると思います。きつかったら一回戻って、もう一回倒し直してもいいです。手はなるべく遠くに向かう。呼吸は止めない。頑張って頑張って。よし、 OK。 一回戻します。そしたら、あぐらがいいと思います。あぐらかいた状態で、右手を左斜め前の床にタッチ、左手を右斜め前の床にタッチ、なるべく遠くにタッチタッチ。スピード勝負じゃないです。それよりも普段ね、動かさない範囲まで動かすことの方が大切です。頑張って、遠くに向かってスピードゆっくりでいいです。反対の手床ついておいてもいいです。反対の手床ついたままでもいいです。これでも OK。 なるべく遠くに向かって、呼吸を止めない。ゆっくりでいいですよ。遠くをタッチ、遠くをタッチ、頑張って。呼吸止めない、あと少し。よし、 OK。 そしたら一回足を伸ばして、前屈します。このまま前に倒れていきます。指先でつま先触れるぐらいは咲いてないですね。頑張って頑張って。手首がつま先触れたらより良いですね。頑張って頑張って。呼吸は止めないで。で、きつい人膝曲げてもいいです。こうやって反動つけながらちょっとずつちょっとずつね、前に倒れていきましょう。もしきつかったらね、最後の10秒こうやってサボっても OK。 自分のペースいいですからね。よし、 OK。 そしたらちょっと体育座りみたいな感じで膝曲げて、両手でね、太ももを抱え込みます。このまま目線はおへそを覗き込むイメージ。こうすると腰とか背中、背骨周りが、ね、伸びてきます。おへそを覗き込むイメージで頭を下げる。きついよって人はもうちょっとね、足伸ばしてこうやって緩めに抱えてもいいです。頑張れる人はがっちり抱えた方がいいですね。おへそをしっかり覗き込む。腰、背中伸びますか？肩腰痛みがある方は無理しないでくださいね。
かったらサボる、 YouTube の再生速度早めたり遅めたり調整する、自分のペースでねやっていきましょう。よし、 OK。 そしたら、開脚してほしいんですが、そんな限界まで開かなくていいです。まあ開ける、余裕を持って開けるところまで開いたら、内外につま先をこう動かすイメージで、つま先だけっていうのはこの股関節付け根から動かしてほしいです。で、手はこんな感じで床ついて、内外内外に動かしていきます。これ休憩しながら股関節のストレッチですね。この付け根から動かすようにしてください。で、余裕がある人はちょっとずつ広げてあげるといいと思います。呼吸は止めない、あんまり肩はね力入れないようにしましょう。きつかったらサボっていいですからね。よし、 OK。 じゃあ開脚します。開けるところまで開いて、ゆっくり前に倒れましょう。理想は120度ぐらい開いて、おでこが床につくことです。最低でも90度開いて、肘が床につくぐらいまで行ってほしいですけど、僕はですね、これなかなか柔らかくならない。硬い方はね、股関節周りと、腰、背中硬いだけなので大丈夫です。やっていくうちにね、ちょっとずつ柔らかくなりましょう。でね、最近ちょっとね、バランスボールを買ってバランスボールの動画を撮ろうかなと思って迷ってるんですけど、意外とバランスボール持ってる方が少ないので、もうバランスボール持っててぜひ動画見たいよって方はね、コメント欄でバランスボールお願いしますってコメントいただけるとすごく助かります。でね、今ストレッチして体かなり温まって、柔らかくなってるので、この後にそのまま続けてやった方がいい骨盤矯正足痩せのストレッチ概要欄貼っておくので、このままね続けてやっていただければと思います。で、Twitter、インスタ、TikTok 毎日更新してますので、ぜひ概要欄からね、フォローよろしくお願いします。OK、お疲れ様でした。よく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。素晴らしい。もう全然ズボラじゃない。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。